見る作品によって劉備のキャラってだいぶ違うけど、曹操ってどの作品でも大体同じキャラをしていると思う。曹操が割と好きなゆっくり霊夢です。劉備は聖人君子から狸親父まで何でもござれですからね。作品によって武将のキャラが違うのも三国志の魅力だと感じる。三国志のドラマも好きなゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは国が滅びてもなお、蜀の君主である友禅を守ろうとした男、郭翼よ。彼は前回紹介した郭俊の息子なのよね。親子に代揃って蜀で名の知れた人物ってわけですか。こいつはとても楽しみな男です。さて改めて紹介するのは郭翼、あざなお小仙。国が滅びても自分のことよりも友禅のことを第一に考えて行動し続けた真の忠臣。彼は一体どういった人物なんですか。郭翼は慶州南郡子貢献出身の人物で先に述べた通り職で劉備から寵愛を受けていた後進、郭俊を父に持つ男ね。郭翼は父親の功績があったおかげか223年頃に劉備から大使者陣に任命されて友禅の側近に選ばれた。なもんで同年のうちに劉備が病死して、友禅が蜀の二代目皇帝に即位すると、郭翼は謁舎に任命されたみたい。父親の功績もあってかスルスルと出世し続けてますぜ。後に蜀の上将である諸葛亮が魏を滅ぼすための戦い、北伐の準備をするために漢中に向かうと、ここで諸葛亮は郭翼を自身の元に呼び寄せて起筆に任命したの。そして諸葛亮の養子である諸葛亮と共に各地を歩き回って見聞を深める旅にも出たみたい。そして234年に諸葛亮が、病死すると郭翼は黄門次郎に任命されて中央に戻されたようね。諸葛亮は郭翼に経験を積ませて彼のことを北伐に生かそうとしていたんですかね。蜀の皇帝である友禅の長男、友禅が皇太子に任命されると郭翼は大使中書士に任命されてまたもや大使の側近に任命されたの。友禅はまだ15歳前後と若い年齢だったのもあり、騎馬、医術を好んでまあ宮中の出入りの節度がなってなかった。なもんでその度に、郭翼は小木を引き合いに出して友禅のことを懇切丁寧に教育していたようね。友禅は郭翼に教育された過去もあるもんで、そんな彼ならば自分の息子を任せられると思ったのかな。後に郭翼は三軍、来高屯の副に都督に任命され、やがて五軍に転任となった。時に英将軍の異民族である老族は妖害を利用して職に帰服せずにたびたび職に危害を与えてきた。これを受けた職は郭翼を一時的に英将大衆に任命し、軍を率いてこれを討伐するように命じたの。そして郭翼は異民族の有力者を討ち取ることに無事成功し、異民族の村を破壊して英将軍を平和にしたの。その功績もあり後に郭翼は官軍、翼軍将軍に任命されて兼令大衆も兼任するようになり、後に益州南部の軍政を統括する立場にまで上り詰めたみたい。むむむ。あれよあれよという間に郭翼は蜀の南のトップにまで上り詰めてますぜ。263年。この年に郭翼は安南将軍に出世したものの、蜀は魏の大規模な侵攻にあってしまった。なもんでこの報告を聞くと郭翼は急いで南方から成都に向かおうとしたものの、これを友禅は敵兵の備えは十分だ、としてこれを認めなかった。まあこの友禅の言葉はめっちゃ嘘で、後に友禅は魏の武将である当該に降伏したんだけどね。当該の強さと蜀の腐敗も相まって蜀は滅びてしまいましたぜ。郭翼は友禅が降伏したことを知ると喪服を着て三日三晩大泣きしながら自分の力不足や国が滅びたことを悲しみ続けた。当然郭翼のそばにいた諸将らは郭翼に速やかに魏へ投降するべきですと主張したものの、これに郭翼は今、中央への道は塞がっており友禅様の安否すら正確に分かっていない。こんな状況で軽々に動くなんてどうかしている。友禅様が魏から丁重にもてなされていることが分かってから投降しても遅くはないではないか。もし、魏が友禅様に危害や恥辱を与えていたと知れば、私は命をとしてでも魏に対して反抗するつもりだ。どうして君たちは、こんな議論をしているのだ、と言って郭翼は蜀の南方で様子見を始めたの。
諸将たちは義を恐れて早く投降したがってますが、郭翼は友禅のことを思って軽々に動きません。後に郭翼は友禅が義国から丁重にもてなされているという確かな情報を手にすると、ここで初めて六軍の武将や大衆を率いて義に対して上領を行ったの。いわく、人は父、母、主君の三人によって生きています。この三人の使い方はどの場合も同じであり、もし危険があればその命を、かけてでも守るべきとか。今、我々の国は敗れて主君は義国へ降伏いたしましたので我々も武装を解除いたします。このため我々は義国への降伏をここに表明し二度と義国に逆らわぬことを誓います、とね。この上領を見た司馬将はこの郭翼の態度を良しとし、彼を、南中と特に任命し、名ばかりの官職だけではなく実際の職務まで彼に任せたの。最後の最後まで抵抗していた男だってのにね。おそらく友禅を雑に扱わない限り、郭翼は義に対して反抗することはありません。故に司馬将も安心して郭翼に体験を与えたんでしょうね。南中都督ってのは職の南方を滑る役職ですからね。後に郭翼は現在のベトナム付近である広州で呉に対して反乱を起こした盧溝を支援し、後に広州、日南、九州の三軍を平定した功績で列公に報じられて手厚い褒美を与えられたみたい。この記述を最後に郭翼の名前は三国史から消えるわ。国が滅びた後に大活躍した男、だったわね。国が滅びた後も冷静に行動をし続けた男でした。さていかがでしたでしょうか、今回の人物のことは。もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。父親に勝るとも劣らぬ大活躍をした男でした。それじゃあ今回はここら辺で。まったねー。